おっさんアクアです。この考察動画は僕の思考の説明です。ご了承ください。考察編第7回目。今回はアクアリウムを始めたいなーという人はこういう風に考えて進めるのがいいんじゃないかっていう僕なりの要点を順番にお話ししていきます。僕自身がアクアリウムの扉を開けたばかりの三下ではありますが、もっとこうやって教えてほしかったなっていう気持ちも込めて動画を作ってます。で、これはアクアリウムだけではありませんが、教える人が教えたい内容っていうのは、初めての人が知りたい内容とはちょっとずれてることっていうのがね、多々あると思ってます。で、途中途中で専門用語がどんどん入ってきちゃったり、当たり前のように使われてると、何の話をしてるのかすらもね、わからなくなってきちゃうんですよね。なので、ここでは詳しいやり方とか解決方法ではなくて、始めるにあたって考える順番っていう話になります。特によく言われてる順番のその前に考えておいた方がいいと思うことがいくつかあるんで、そこに重点を置きたいと思います。で、僕の考えの前にアクアリウムの始め方として一般的にこんな風な流れで教えられてることが多いように思いました。で、まずどんなアクアリウムがあるかっていう説明で、こんな機材が必要ですよっていういろんな機材の話。次に、どんな魚が飼いやすいかとか、どういう種類がいるかっていう話があって、バクテリアとか水槽内の循環の話とか、いわゆる飼育方法の話、そしてレイアウトとかの立ち上げ方法っていうことが続いて、最後に維持とか管理の話っていう流れが多いように思います。僕も調べていく中でこの流れを何度も見ることになったんですけど、この一連の教えの中で一番僕が思ったことっていうのは、それ自体を知ることは無駄ではないんだけど、現時点で実際に自分の部屋で何から始めるのか全然繋がらないんですよ。なんか辞書読んでるみたいな感覚です。そしてその分かりにくさの中で、例えば水槽はこんなメーカーがあるとか、ろ過フィルターのおすすめ機種はこれだとか、 pH は何かとか、弱酸性は何かみたいな話がこう細々続いていくと、だからどうやって始めるんだよっていう風に少なくとも僕は思ってしまったんですね。で、これはいきなり実践しましょうっていうことではなくて、現実的な想定っていうのがね、すごくしにくい解説に僕が思ってしまったんです。で、そういう風に感じてた僕が、初めてアクアリウムをやるんだったら、こんな風に考えてみてはどうですかっていう順番が、ペットを飼育するっていうことを想像する。そして水槽を置ける最大限の場所を想定する。次に置ける機材を超えずに飼育できる生態を調べる。あとはよくある流れの説明と同じ流れですね。で、まず最初のペットを飼育するということを想像する。これ魚も大小様々なんですが、飼育を怠ればペットは死ぬっていうことなんです。餌をあげたり掃除をしたり、環境自体を整えたり、ペットのために時間を使って、もちろんお金もね、必要になってくるわけですよ。そういうことを含めて毎日ちゃんと世話ができますかっていうのをまず最初に考えた方がいいと思います。で、これ例えばですよ、毎日1時間お世話のために時間が必要だと仮定します。簡単なんですけど、でもね、どんな時でもこの1時間が必要だとしたら、皆さんどうですか？自分自身の生活って結構変わるもんなんですよ。で、生活自体もそうなんですけど、精神状態も常に一定とは限らないですよね。たった1時間のお世話の時間っていうのが、仕事のストレスが溜まってる時っていうのはもう果てしなく長い時間に感じたりするかもしれません。もしかしたら収入が減ったりとか、家族の構成が変わったり、そもそも他にやることがたくさんできちゃって、時間の余裕がなくなってくる可能性っていうのもたくさんあるんですよね。そういう中でも必ず世話を続けていかなきゃいけないっていう気持ちが保てると思いますか？どうですか？で、もちろんね、未来のことっていうのは誰にもわかりません。そういった中でも続ける必要があるっていうことを、先にね、ちゃんと知っておくべきだと僕は思ってるんです。すごく大層なことを言ってるかもしれないんですけど、結局ね、この気持ちがないと面倒くさくなっちゃったりとか、時間がなくなったからいいやとか、もう楽しくないんでっていう風な方向にね、自分の気持ちもどんどん行きがちになると思ってるんです、僕は。これはアクアリウムの話だけじゃないですけどね。そして次に、水槽を置ける最大限の場所を想定するっていう話です。
水槽を置きたいなっていう風に考えてるんであれば、もう何にも物を置くスペースがないってわけじゃないと思うんですね。だけどここでね、すごく迷うことが出てくるはずなんです。で、それはあんまり大きくしたくないんだけど、小さすぎると魚がたくさん入らないっていうね、非常に漠然とした迷いです。で、この漠然とした迷いっていうのが、水槽サイズとか飼育できる魚、それ自体にかけたらいいお金の量っていうね、この3つを行ったり来たりしながら、どうしようどうしようって悩むことになると思うんですよ。僕自身がそうだったんですけどね。僕の場合は飼育したい魚っていうのが決まった上でこの辺を考え始めたんで、結構解決するのは早かったんですが、何も決まってない場合、僕は家に置ける最大限の水槽サイズっていうのをまず確定させちゃった方がいいと思ってます。で、これ最大サイズを選びましょうって言ってるわけではなくて、自分の環境の限度を決めてしまうっていうことです。で、水槽を置くには、どの台の上に乗せるかっていうのもすごい重要です。水がたくさん入って重いんでね。で、つまり水槽と水槽台のスペースが必要になります。で、ここまでこの辺にこういうサイズの置こうかなっていう想定ができたら、一手間かかって面倒なんですけど、段ボールでも何でもいいです。そのスペースをね、再現してみてください。で、そのスペースは完全に魚の家として使い続けることになります。実際に箱になって部屋に置くとサイズ感って全然違うんですよ。電気屋さんで見るテレビのサイズっていうのもそうだと思うんですけど、思ったよりでかいなとか、いや、なんか全然ちっちゃいなとか、そういうの絶対あるんですよね。で、アクアリウムは水が大量に入ってる関係上、こうパパッと水槽だけ変えるかみたいなっていうのがね、ちょっとね、結構手間がかかっちゃって難しいと思うんですよ。なので、これ初めての人は特にやっておいて損は絶対ないと思います。お店で60センチの水槽を見て、ああまあこんなもんかと思っても、家に実際置いてみたら結構なサイズになると思うんですよ。水槽台とか、水槽っていうのがどんな商品がいいかっていうのは自分で調べてください。ここまでの過程で自分の部屋にはこのくらいのサイズがいいなっていうのが具体的に結構見えてきてると思います。で、次に置ける機材を超えずに飼育できる生態を調べるっていうのを考えてみてください。機材のサイズが大まかに見えてるんで、それらを超えるサイズの魚っていうのは飼育できません。自分の置く水槽でどんな魚が飼えるかっていうのが少し限定されてくるし、その範囲でどんな魚が飼育できるのか、いろいろ検索してみてください。水量の計算とかも容積を計算すればわかるはずです。で、一応初心者向けに1リットルイコール1センチっていう、その魚の数の比率っていうのがあるんで、それで計算すればだいたい何匹ぐらい魚が入れられるのかっていうのも見えてくると思います。一個注意、これは悪く言うつもりはないんですけど、他の YouTube とかでたくさん魚を入れてる人っていうのをね、あんまり参考にしない方がいいと思います。これは単純に生態の数が多ければ排泄物が増えて水が汚れるスピードがね、速くなるんですよ。その状態で飼育ができてるっていうことは、経験とか観察眼っていうのが養えてるからできることなわけです。で、これはやり方を知ればできるとかそういうことでもないし、水が何リットルで生体が何匹なら汚れ方はこうなるから、メンテナンスの間隔はこうだっていうね、方程式自体が存在しないんですよ。その経験と観察眼がない初心者であれば、慌てずに維持ができるであろう比率の範囲でまずは始めてみるのが良いと思います。で、これに関して3下の僕でも言えることっていうのは、魚に対して水量が多いっていうことは安全性を高めてくれるっていうことは言えると思います。なので、魚は少なめ、水槽は大きめっていうアクアリウムで始めるのが一番安全な手段ではあると思います。実際に僕のスネークヘッドの水槽っていうのもその考えが元で進んでるので、まあちょっとこの辺は過去の考察編なんかを暇の時に見てみてください。で、ここまで来たら、あとは最初に出したよくある教えの順序でいろいろ調べてください。少なくともね、基本的な知識っていうのは絶対に知る必要があると思います。でもね、そういうのめんどくさいですよね。サイクルがどうだとか、バクテリアがどうだみたいなね、よくわかります。私はとにかく自分でやってみて経験してから勉強するタイプなんだよっていうね、そういう人がいるのも否定しません。ですが、ここで最初の
ペットを飼育するということを想像するという考えを忘れてほしくないんですね。これもしプラモデルだったらうまくできなくても押し入れにねしまっちゃえばいいわけですよ。料理であれば我慢して無理やり食っちゃえばとりあえずそれでことは済みますよね。ですがペットは死んでしまいます。人の死生観にとやかく言うつもりはないんですが、その考えだけはねぜひ再確認しておいてほしいなって思うんですよ。でもし調べていく中で迷うこととか腑に落ちないことっていうのがあったら、ちょっとね一度僕の考察編っていうのを全部見てみてください。ある程度調べた上で見ていただく分には用語の意味とかも結構わかると思いますし、よくある教えとは少し違った考察だと僕は思ってるんで、何か違う角度で考えるきっかけになるかもしれません。これからの人に向けて僕が先に考えてみても良いと思う要点のところはこんな感じです。結局飼育をするのは自分自身なんで、正しいか正しくないかっていう判断だけではなく、自分なりに理解できるまで調べまくってほしいなっていうふうに思うんですけど、これは人によって性格も違うし、僕の話もこんな結果を生んでるんだなっていう感じで一意見として捉えてもらえれば嬉しいです。これまで長々と続いてきた考察編、こんな動画を発信してきたのは、アクアリウムの扉を初めて開けて完成っていうところまでたどり着けたこの時点だからこそ伝えられることがあるんじゃないかと思っていたからです。で、それは簡単に言ってしまえば、当たり前だと思われてることがまだ僕には当たり前ではない状態だからっていうことです。だからこの時点で思ってることを全て話してしまいたかったのと、あとは今後作る動画の中で自分なりの考察の原点っていうのを何度も説明しなくていいようにここにちゃんとまとめておきたかったっていうのがあります。そんな感じで、考察編今まで続けてきました。興味があったらちょっと見てみてもらったり、あと実際に僕がどんな水槽を作ってきたかっていうのも全部動画で上がってるんで、よかったら、過去の動画も見てみてください。で、次回なんですが、これ思ったよりも機材の改造の開発とか新しい水槽の構想にねちょっと手間取ってるんですよ。動画がまだ出せるかどうかわかんないんで、また不定期更新っていう形に戻らせてもらうと思うんですが、ちょっとこれご了承いただければ幸いです。新しい水槽早くやりたいっすよね。でもちょっとねまだこの妄想が形にならない段階では進めたくないんですよね。なのでこの辺悩み続けてみたいと思います。まあかといってね作らないわけじゃないんで、楽しみにもしててほしいです。それではまた。